ですが、杭には辰巳殿がいる。辰巳殿には杭がいる。仮に悩み不安になったとしても、あなた方には支え慰め激励し合うパートナーがいる。ノンニはそれが羨ましくて仕方ないのですよ。ご主人ちゃん、うん、そのことなんだけどな。お主人ちゃん、今晩は何が食べたい？いや、だから今晩は何が食べたいかと聞いているんだ。といえばあるかな。即死フラグ、なんだそれは。ご主人ちゃんはいつもものすごく張り切って仕事を手伝ってくれるだろ。だから私としてはせめてお主人ちゃんの喜んでくれる晩ご飯を作りたいんだが、今日に限って何を作ればいいか思いつかないんだ。本当はそんなこと本人に聞くんじゃなくて、顔を見ただけでわかるようにならないと嫁失格なんだけどな。礼なんか言わないでくれ。これは嫁として当然のことだし、それに礼を言いたいのは私の方だ。それでお主人ちゃん、もう一度聞くが、何か食べたいものはあるか？そうなのか。何でもいいんだぞ。遠慮なんかするんじゃないぞ。だから、なるほど、さすがはお主人ちゃんだな。明暗だ。では今日は買い物に付き合ってもらうことにしよう。
さっくん、ふたちゃん。あ、お姉様。うん、そんなところ。していたってわけでもないんだけどね。お散歩？それよりも二人はどうしたのかな？デート？ラブラブ？うん、ラブラブだ。そっか。それじゃあおじゃま虫は退散しないとね。ラブラブだ。うん、ラブラブだ。うん。もうさっくんは乙女心が分かってないな。まあそれは置いておいて、二人で買い物だなんて仲いいね。うん、今日はお主人ちゃんに夕食のリクエストを出してもらおうと思って、それで二人で買い物に来たんだ。なるほど、そうなんだ。それで、さっくんは何が食べたいのか思いついたのかな？うん、これからなんだ。ご主人ちゃんがどんなものを食べたいと言い出すか楽しみだ。ひたちゃん、料理人の腕の見せ所だね。腕が鳴るとはこのことだな。というものだ。満館全席と言われても用意してみせるぞ。わあ、すごいね、ふたちゃん。それじゃあ途中の出し物は私がやろうか。さっくんは幸せ者だね。けど、それだと荷物が大変なことになっちゃうね。もし迷惑じゃなかったら、私、荷物持ちをしようか？それはダメだ。そんなことお姉様にさせられない。どうして？いつも美味しいご飯食べさせてもらってるお礼だよ。だけど、働かざる者食うべからずだよ。それくらいのことしないと罰が当たっちゃうよ。わかった。お姉様がそこまで言ってくれるんだったらお願いすることにする。うん、さっくんもいいよね。
3人で街を歩くのなんて初めてだね。なんだか楽しいな。うん、そうだな。でもやっぱりお邪魔だったかな。せっかく夫婦水入らずだったのに。いや、そんなことはない。お姉様と一緒に買い物ができるなんて私は嬉しい。お主人ちゃんもそうだよな。邪魔な時は言ってね。ちゃんと遠慮するから。あ、ふたちゃん見て見て、今日はお野菜が安いみたいだよ。おう、ほんとだ。玉ねぎと人参とじゃがいもか。玉ねぎと人参とじゃがいも、あとは牛肉を買えば肉じゃがができるな。どうした、お主人ちゃん。それじゃあ一品は肉じゃがにするか。うん、わかった。なるほど、肉じゃがだね。おじさん、玉ねぎと人参とじゃがいも一箱ずついただけますか。何がいい、お主人ちゃん。一品目は肉じゃがだったから魚がいいんじゃないかと思うんだが。なるほどなるほど、今度はアジだね。おじさん、アジを。そうだな、よし、50匹。でもこれだとちょっと緑のものが足りないんじゃないかな。確かにちょっとバランスが良くないな。お主人ちゃん、ほうれん草のおひたしとかはどうだ。うん、ほうれん草だね。おじさん、ほうれん草も一箱追加で。うわ、驚いた。ん？どうしたの、さっくん。突然大声出したりなんかして。
どうしたご主人ちゃん、他に何か食べたいものでもあったか。ああ、そういえば食後のデザートを忘れていたな。今の季節だとイチゴとかいいんじゃないか。おじさん、イチゴも一箱追加ね。大丈夫か？お主人ちゃん。どこか具合でも悪いの？そうなんだ。よかった。うん。一安心だ。でも、だったらどうしたの？ちゃん、わかる？いや、全く。なんだ、そんなこと心配してたんだ。ほら、こうすれば大丈夫。さすがはお姉様だ。見事な手際だな。よし、これで最後っと。準備万端。ふたちゃんのご飯楽しみだね、さっくん。
お主人ちゃん。うん、それなんだけどな、悪いがどこかで少し時間を潰しておいてもらえないか。うん、ちょっとな。一度家に帰ってお姉様の夕ご飯を準備しようと思って。お腹を空かせているお姉様を待たせてしまうのは気の毒だからな。いや、それはダメだ。お主人ちゃんだけに働かせるわけにはいかない。それはそうだが。うん、わかった。それじゃあ私もすぐに行くから、お主人ちゃんは先に行っておいてくれ。そうはいかない。お主人ちゃんだけに働かせるわけにはいかないからな。辰巳殿。ええ、辰巳殿はこれからテレビ中へ。はて、それにしては杭の姿が見えぬようですが。なるほど、それはそれは仲良きことで。照れずともよろしかろう。ほんに悔いは幸せ者よの。いたずらが過ぎましたな。辰巳殿、この町には慣れましたかえ。
これはまた、まるで禅問答のようなことをおっしゃる。いいえ、なんとなくですが、わかりません。時に、テリビナについてはいかがかえ？先日伺った時は、ずいぶんと自信がおありの様子でしたが、して、守備のほどは？お二人のテレビナは成功すると、そう信じておられるわけですかえ？なるほど。おんに、悔いが羨ましい。